5機もの消えた氷河の安否を気遣いながら、聖夜と桐生は第四の宮魚海宮へとたどり、死の匂いに満ち壁や床に自分の顔が浮き出ている魚海宮の異様な光景に困惑する2人。それはチャーターのゴールド戦士とデスマスクの悪弱非道な殺戮がもたらした結果であった。そのセイントらしからぬ行為に激怒し、シリュウはデスマスクに対して惨然と勝負を挑むのであった。シリュウとか言ったか、久しぶりだな。これがキャンサーのデスマスクだ。教皇の素顔を知りつつもあえて犬のように従順に仕えている。戦車の風上にも剣やったのだ。相変わらず口の開きガキに、この巨大級の無数の死に顔にお前らも加わるのだ。ソリューハ、ソリューハ、ソリューハ、ソリューハが通じない。バカめ、同じ技が2度も3度もゴールドセイント相手に通じるか。ソリューハはすでにご老法で見切っているわ。お前はやっぱり次の四死球を目指せ。突破しなければならない。どうだ、この先やっも残る。どうだ、お前の力を信じるぜ。待て小僧。デスマスク、お前の相手は俺がすると言ったはずだ。いいだろうシリュウ、お前とはご老法での因縁があったな。あの時はムーに邪魔されたが、今ここで決着をつけてやる。シリュウ、この巨海級に浮き出ている無数の死に顔は全て今まで俺が殺してきたやつ。この方が一撃で決める。一心明快派。目が見える。どういうことだ。デスマスクの冥界波にかけられて、俺は一体どこへ飛ばされたんだろう。ここは赤色なのか。なんだ。あの遠くに見える人影は、大勢の人が黙々と彼らに向かって叫びながら、あの大きな穴は何だ。おい、待ってくれ。君たちは何者なんだ。誰も聞かない。口も聞かない。あの後ろ姿はもしかして氷河だ。おい氷河、聞こえないんだ。俺の声が氷河。なんだこいつら。早く氷河のところに行かなさい。向こうに氷にお嬢さん。やはり俺はデスマスクの冥界犯だ。このシリューには通じん。しかし倒すこと、さっきの話を夢に戻ることができるんだ。初回期に戻るのです。沙織さん、氷河はまだ死んではいないのですか。このシリには通じん。考えるこれで全員片付いたぞ。さあ、初階級へ戻って
今度こそデスマスクを倒すのです。シリュウを倒し、またこの巨怪級に死に顔が増えた。な、何？シリュウが生き返った。バカだ。シリュウの魂が石式から戻ってくるとは。残念ながら、俺はこれまで二度も。ならぬ人間がまだ二人いる。このシリュウを最大限に燃焼しているのだ。このシリゾコナイが生きがるんじゃない。もう一度あの絵送ってやる。今度は間違いなく片道切符だ。このシリュウは通じん。ガリガリにも同士の意識、女や子供のように簡単にはしないようだな。何、デスマスシリュウには通じる。貴様だ。俺が殺したんじゃない。敵を追い詰めるときにガキが巻き添えになっただけだ。まあ、悪を懲らしめるための尊い犠牲というわけだ。些細なことだ。悪を懲らしめる。どうしてか。戦争でも一撃で決める。火の国へ押しよう。儀式明快派。から貴様を確実に死の国へ叩き落としてやるぞ。この世持つ平坂からな。さらばだ死竜。しろよ。これで二人揃って仲良くあの世に行けるのだからな。俺は慈悲深い男なのだ。さらに罪もない神霊の清らかな愛を蹂躙した。お前に対する怒りが俺のコスモを燃えたぎらったのだ。
くお前に殺された多くの人々の悲しみを込めて、くたばれデスマスク。俺の竜の血がお前を通すために沸騰しているのだ。ハハハハハ、あの中継とかいう中継をしたことはあんまり悔しいか。命など次から次へと生まれてまた消え去っていくに過ぎるものを決めて死んじゃう。かまれデスマスク。霊儀の心を持たぬ奴が命の何を知っている。その死竜には通じず、自分の最も大切な鱗に触れた者を情け容赦なく大いなる怒りを持って滅ぼすという。お前は俺が大切な鱗の昇竜派。クロスのフットが自然に外れるとは。は、足の骨が折れた。おそらくゴールドクロスの意志。クロスは正義のためだけのプロテクターだ。悪に染まったお前をクロス自身がゴールドセイントと認めなくなったということだ。バカだ。キャンサーのゴールドクロスが全て俺から離れただと。終わりだな、デスマスク。クロスがない今、お前はもはや丸裸も同然。しかし、いくら同情の余地もない男とはいえ、そんな無防備な相手に手を下すなど、この死竜の誇りが許さない。さあ、これで対等だ。あとは互いのコスモの力のみが勝敗を分ける。バカめ、お前は俺を倒せる唯一のチャンスを無にしたのだぞ。コスモの勝負ではゴールドセイントの俺の方が上だ。俺のコスモは確かにまだブロンズセイントの息を出ていないかもしれない。だが悪を滅ぼす真のセイントならたとえ一瞬でも俺のコスモはゴールドセイントの域まで高められるはずだ。ならば俺も試すとしよう。死の国へ誘う赤色冥界派を死の国で使うとどうなるかをな。エリュー、いい気になるなよ。コスモをゴールドセイントの域まで高めるつもりか。いいか、デスマスク。正義の死神は前だ。お前らの正義を守る資格はない。黙れ、力こそ正義なのだ。この死竜には死ぬのだ。そんなこと、この死竜の命ある限り絶対に許さん。正義なき力はいつか滅びるのだ。デスマスク、お前もな。死竜よ、なぜこの人は無理なのだ。己の命をギリギリの極限まで。お前の魂を引き裂いてやる。まあまあ、巨怪獣で正義がどうとか言ったな。ブロンズセイントに正義の何がわかる。正義の天下と時の流れによって変わるのだ。ほざけ、どうしもおっしゃったな。真の自由は普遍のものなのだ。くらえ、赤色冥界派。なに、死ぬ決めたルーナを噛みかかって。バカだ、この強大なコスモを。この死竜が究極まで高めたコスモで、溺れ竜よ、天高く、ロザン、昇竜派。シリュー、シリュー、しっかり。まさか、シリュー。あ、瞬間。あ、これは、あれほど怨念のこもっていた無数の死に顔が消えている。そうか、
デスマスクを倒したことでやっと成仏できたのか。あ、誰か俺のコスモに直接語りかけてくる。あの声はもしやロボシ。春麗は無事なのですか。よかった、ロシ、ありがとうございました。あ、シリュウ、君まさか目が見えるように。え、見える、いつの間にか見えるぞ。そういえば以前老子に聞いたことがある。生命の源であるコスモを最大限まで高めることで肉体は治療や薬を超えた奇跡的な回復をすると。シリー、よかったね。きっとデスマスクとの戦いで君のコスモは最大限まで高まったんだね。ありがとう、シュン。さあ急ごう。次の四死球で聖夜も戦っているはずだ。